皆さんこんにちはシンガーのさやですシンガーさやの三分間エコノミクス第三十四回今回のテーマは実質賃金です実質賃金とは物価の変動の影響を取り除いた賃金です豊かになるとは実質賃金が上昇することを言います例えば給料が5%上がったとしても物価が10%上がってしまうと豊かになったとは言えませんよね 何しろ稼ぐ給料で買えるものが減ってしまうわけですから逆に給料の伸びが2%に過ぎなくても物価上昇率が1%だったら少しずつではありますけれど私たちは給料で買えるものが増えていくことになります実質賃金は私たちがもらう給料の金額つまりは名目賃金から物価の影響を排除する形で計算します具体的には 日本の実質賃金は名目賃金を持ち家の貴族家賃を除く総合消費者物価指数というインフレ率で割ることで求められます実は名目賃金や実質賃金についても種類がありますややこしいですね具体的には現金給与総額と決まって支給する給与所定内給与額などですさらに 日本の厚生労働省は名目賃金や実質賃金を指数で公表しています指数とは特定の時期と比べてどれだけ変化したかを見る手法です現在の賃金統計では名目も実質も2015年を100として計算されていますつまりは厚生労働省は名目賃金指数を先ほどの 長ったらしい名前のインフレ率で割り、実質賃金指数を発表しているわけですね。図は、日本の現金給与総額の実質賃金の推移を示したものです。恐ろしい状況になっているのがわかりますね。なんと、日本の実質賃金は1997年のピークと比較し14、14%も落ち込んでしまっているのです。 これほど長期にわたり実質賃金の下落が続いたのは内戦や革命をやっているのでない限り間違いなく日本が歴史上初めてですなぜこのような状況になってしまったのでしょう理由を理解するためには実質賃金の決定プロセスを知る必要があります第1回所得で 所得喪失のプロセスについて解説しましまた所得は財やサービスといった付加価値が生産され支出されることで生まれます。ということは所得は付加価価値の単価生産量でで計算すすることができますよね例えば物価が10%上がったならどうなるでしょうか単価が10%上がると掛け算ですので計算される所得も10%上がります。 あれ、所得は確かに10%増えていますが物価も10%上昇では実質賃金は変わりませんよね実質賃金を増やすには物価の上昇率以上に所得が拡大しなければなりません。逆にデフレで物価が10%下落しましまたその場合付加価値の単価×生産量で計算される所得もまた10%減ってしまう。 やはり実質賃金は変わりません実質賃金って何で決まるのでしょうか答えは生産性と労働分配率ですというわけで今回はここまで次回はもちろん生産性